ファンの皆様、大変お待たせいたしました。7レースを争う5選手がピットを離れました。なおこのレース1号艇の先にピットアウト後接触などもありましてエンスト、そのエンストから復帰できないと認められたため、1号艇の佐久間俊介はこのレース欠場、1号艇の佐久間は返還欠場となります。1に関する投票権はすべて払い戻し返還となります。1に関する投票権大切にお持ちくださいませ。1番、2番、4番、5番、6番、ダッシュ3番です。スタートしました。インから1号艇川口踏み込んだスタートでした。スタートは判定中でございます。投票権を捨てにならないよう大切にお待ちください。逃げた1号艇川口、刺して2号艇小黒、なおスタートは現在判定中でございます。お知らせいたします。1号艇川口隆久フライング返還決勝、1番に関する投票権は全て返還です。投票権はお捨てにならないよう大切にお待ちください。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。5コース5号艇桐村は踏み込んだスタートでした。スタートは判定中でございます。投票権を捨てにならないよう大切にお持ちください。まくっていく5号艇の桐村、4号艇がちょっと振り込んで、あとは1号艇2号艇追走です。スタートは現在判定中です。お知らせいたします。5号艇桐村翔太フライング返還決勝、5番に関する投票権は全て返還です。なお4号艇の宮迫信彦は転覆のため失格となっております。6日間のロングシリーズ序盤のレースが続いていきます。ボートレース丸亀、水面上は第2レース予選競争です。なおお客様にお知らせいたします。この第2レース出走予定でした3号艇高山哲也選手は過日号のため欠場、従いましてこの第2レースは3号艇を除く5走立てにて行います。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。インから1号艇渡辺浩二がトップスタートを決めていきました。1周の1マーク、1号艇渡辺が逃げる、3号艇の松尾がまくって攻めていく、さっすー2号艇の大賀龍之介、さらには6号艇前田翔太、向こう上面先頭は1号艇渡辺浩二、スタートは前提正常でした。1号艇渡辺が先頭、2番手3号艇松尾ですが内を取っては6号艇前田が接近中、1周2マーク先頭1号艇渡辺、2番手3号艇松尾の内側から6号艇前田翔太、さあ6号艇前田が完全に捉えてきました。2番手は3番と6番接戦、レースは2周目に入っています。先頭は1号艇渡辺浩二、逃げて主導権を奪いました。1号艇渡辺が先頭で今1マークをクリア、2番手6号艇前田が先行、さす3号艇は松尾信邦、2番手は3号艇対6号艇接戦続行中、インコースが3号艇松尾信邦、アウト6号艇前田翔太が並走となっています。レースは2周2マークの旋回です。先頭は1号艇渡辺浩二、さあ2番手接戦は3号艇松尾に対し握った6号艇は前田翔太、3号艇の松尾がリードしました。2番手は3号艇松尾信邦、3番手が6号艇前田翔太、上の3艇136です。なお2マーク付近では一艇アクセント発生となってしまいました。1マーク1号艇渡辺浩二が最後のバック、2番手は3号艇松尾信邦、3番手は6号艇前田翔太、なお2マークでは5号艇山本周一転覆のため失格、5番が転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。
スタートしました。準優勝戦第10レース前提あまり差がないスタート。その後は1号艇3号艇が出ていく。1号艇枝尾が逃げる。3号艇長岡がまくって攻めていく。受け止める1号艇枝尾まする。その内を取っては2号艇4号艇も。先頭は1号艇枝尾が逃げました。スタートは前提正常でした。1号艇枝尾が先頭。2番手接戦。2号艇3号艇に4号艇も上がっていく。一緒に巻く先頭1号艇枝尾。2番手握った3号艇は長岡亮也。ちょっと3号艇ここはアクシデント発生となってしまいました。2番手ですが6号艇2号艇4号艇3手の接戦です。レースは2周目に入っています。2周目の1マーク先頭1号艇枝尾がクリアしていく。2番手6号艇下川先行。続いて2号艇の石橋が指す。さらには4号艇の岡瀬正人です。なおこのレースですが2マークで3号艇長岡亮也が転覆のため失格、3番が転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。あまり差がないスタートになっています。第4レース。その後は1号艇多藤が出ていきます。1マークの旋回、逃げる1号艇の多藤、まくる3号艇のマトリ、内側からは2番4番5番と殺到。先頭は1号艇の多藤が逃げています。スタートは前提正常でした。あっさり逃げました。1号艇多藤が先頭。2番手は4艇接戦。4番5番2番3番と4艇固まっています。2マークトップで1号艇多藤、2番手集団から4号艇の中村、挟むように2番3番と折り返して内を通った2号艇の樋口が前に出てきました。2番手は2号艇の樋口亮、3番手は接戦、4号艇の中村と3号艇マトリが並んでいます。レースは2周目1枠。先頭は1号艇多藤が独走。2番手2号艇樋口、3番手争いから3号艇を大きくバランス崩してしまいました。3番手は4号艇の中村が抜け出して、その後ろ5号艇浜崎、6号艇の大原、そして3号艇にアクシデントとなっています。なおこのレース1マーク付近で3号艇のマトリコータ転覆のため失格です。1番2番3番5番6番4番の並びスタートしました。6号艇の龍がトップタイミングとなりました。その後は1番2番内の艇も出ていきます。1マークの旋回、逃げる1号艇谷村、まくる3号艇勝木、刺す2号艇の別府、その後ろでは1艇アクシデント。スタートは前提正常でした。先頭は2号艇別府に一定審査で1号艇谷村が追いすがって5番6番3番と続いています。なお4番は1マーク付近でアクシデント、4番大原転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄りの艇がスタートを決めています。1号艇の江崎、わずかながらトップスタートから1周の1マークを逃げていく。2号艇の楠原は刺して、その外を3号艇の小林、2号艇楠原の刺しが届いています。スタートは前提正常でした。1号艇江崎少し艇が浮いて、2号艇楠原の刺しが並んでいます。後ろは3番5番4番が接戦です。1周の2マーク先に回るのは2号艇の楠原。後続艇がやってきて、ここは1号艇の江崎煽られて接触交代となってしまいました。先頭抜け出したのは2号艇の楠原です。2番手は3号艇の小林、その後ろに5号艇の富永で2周目に入りました。なお1号艇江崎はただいまエンスト中となっています。1マークトップで2号艇の楠原、続いて3号艇の小林、3番手は5号艇の富永です。その後ろに4号艇篠原翼、6号艇の山口孝文です。なお1号艇の江崎和夫はエンストのため失格、1番はエンストのため失格となりました。なお5号艇の富永茂は妨害のため失格となります。5号艇の富永妨害失格で定段から離れました。第8レース一般競争枠なり3対3の体系です。スタートしていきました。少し4番がへこんでいきました。1番2番5番といったあたり除いて1マークの後方、まずは1号艇中田が旋回、アクシデントが起こりました。3番4番と2マー1マークの手前で遅れていますが、先頭1号艇中田、その後は2号艇の隅、そして5号艇の清野、6号艇中北、続いて目下1,2,1個です。スタートは前提正常でした。先頭1号艇中田、
そして2番と5番交差してインコースが5号艇の清野、外は2号艇の隅と2番手争い5番2番と並んで1マークに向かいます。なお、お知らせいたします。3号艇山口妨害のため失格です。3番山口は1周1マーク妨害のため失格となりました。そして4番エンスト中という1マークを先頭から1番5番2番と運んで4番手6番向こう正面です。またこのレース4号艇の伊藤エンスト失格です。4番の伊藤はエンストのため失格となりました。123-456スタートを切りました。少し届いたのは5コース5号艇の長畑、その1つ4号艇本部もじわりと出ていますが、まずは1号艇先生、2号艇は外へ弾かれてしまって V は空いている5号艇の長畑、そして3号艇にアクシデントが発生しています。スタートは前提正常でした。3号艇の東本は1周1マーク転覆失格と判定されています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました4号艇の春園、5号艇の石田、好スタートを切っています。インから逃げ体勢1号艇のちょっと4号艇の春園ですが大丈夫でしょうか。5号艇の石田が間からついて2号艇の本田が追走していきます。先頭は5号艇の石田貴博、2番手1号艇菅沼と2号艇の本田、6号艇堀本に後方、3号艇の三宅、4号艇春園にアクシデントでしょうか。スタートは正常でした。先頭は5号艇の石田、2番手1号艇の菅沼に2号艇の本田、その後ろ6号艇の堀本が追走していきますが、先頭は5号艇石田貴博、4艇身5艇身リードを取っています。4号艇春園の動くでしょうか、どうでしょう。先頭5号艇石田、2周1マークをこれから旋回します。ここでお知らせいたします。4号艇春園浩太は失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコースからトップタイミング踏み込んでいます。1号艇、井上、そのまま先行。2コースから2号艇の岡崎は待って、引いた、外を回して3号艇。おーっと、水しぶき危ないと、アクシデントが発生です。このスタートは前提、正常なスタートでした。お知らせいたします。3号艇の川原は転覆のため失格です。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。外枠の3艇が好スタート。4号艇5号艇6号艇1周1マーク。しかしインから先手は1号艇切りた、まくっていく3号艇松下、内側ついてくる2号艇泉、バックストレッチへと入ります。先頭争いですが、外から3号艇松下、内側から2号艇4号艇が追走、3艇の争いか、後方は1号艇6号艇5号艇、なお第2レーススタートは正常です。1周2マークの先頭争い、先手を取るのは3号艇松下、外を行く4号艇半田、内側切り込む2号艇泉、ホームストレッチ。先頭は3号艇松下が単独、2番手争い、内から2号艇泉、外からは4号艇半田、わずかに半径心2号艇泉が優勢。レースは2周1マークです。先頭は3号艇松下、2番手争い先前2号艇泉、外を行く4号艇半田、バックストレッチへと入ります。2番手2号艇泉が単独、3番手に4号艇半田、上位3艇3番2番4番後方6号艇1号艇5号艇レースは2周2マークです。先頭は3号艇松下、2番手2号艇泉、3番手4号艇半田、ホームへと帰って上位3艇3番、2番、4番となっています。レースは最終周回へと入ります。最終周回3周の1マークです。先頭は3号艇松下隆、2番手2号艇泉智美、3番手4号艇半田直也、バックストレッチへと入って上位3艇3番、2番、4番後方アクシデントとなっています。現在レースはラストコーナーと向かっています。お知らせします。6号艇西岡健信転覆失格です。
2番1番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。脱出勢がここは好タイミング。角4号スから出ていくのは4号艇松下となっています。1マーク先取りは2号艇ゆかば、その外まくっていく4号艇松下、切り込んだ1号艇3号艇バックストレッチも踏ん張るのは先頭2号艇湯川浩二、2番手攻めた4号艇松下が外、内側から接近は1号艇3号艇となっています。なお9レーススタートは正常です。1周2マーク2艇進リード、2号艇湯川浩二、内側から接近は3号艇川崎、サバコート4号艇松下、そして1号艇山下、ホームスレッチへとあります。まずは先頭守るのは2号艇湯川浩二、2番手ですが4号艇松下が優勢、3番手から内側1号艇山下、外からは3号艇川崎が追走。レースは2周目に入っています。先頭は2号艇湯川、2番手インから1号艇山下、センターから握っていこうとします4号艇ですが、へさきが浮いた、切り込んだ3号艇川崎バックに入って、ここで2番手争い3艇がほぼ固まる状況となっています。内側に3号艇川崎、外から4号艇松下、判定心除く真ん中から1号艇山下、レースは2周に負け。注目の2番手争い、先手は3号艇川崎、内側ついてくる1号艇山下、さらにはその懐4号艇松下ですが、ここはバランス崩れた。2番手争いが1号艇3号艇接戦状態となっています。なお後方アクシデントとなっています。レースは最終周回3周の1マークへと移っています。後方アクシデントとなっています。確定3周1マークから向こう上面です。目下のところ2番1番3番の体勢、そして6号艇が構想、後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。4号艇松下は転覆失格となっています。4号艇松下転覆失格です。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。わずかに 2,3 コースが優勢か。2号艇松木、3コース3号艇藤原となっています。2コースから出ていく2号艇正木の先制まくり、3号艇藤原がその内側まくり出し、左右内から4号艇6号艇バックストレッチへとあります。先頭争いですが激戦、わずかに外が優勢2号艇正木政権、内側から一定審判差3号艇4号艇が追走、後方は6号艇5号艇1号艇と続いています。なおスタートは正常です。1周にマーク、先頭2号艇正木がここはトップターン、内側から6号艇シギナリ、そして外4号艇山崎、切り込んだ3号艇藤原、ホームスレッチへとあります。2番手ですがここは4号艇山崎が単独、3番手ですがここは3手の攻防か。内側から5号艇3号艇6号艇、レースは2周目に入っています。先頭は2号艇松木、2番手4号艇山崎、内側から行くのは5号艇奥島、砂漠6号艇シギナリ、3号艇は前が詰まってバランスが崩れて向こう上面へと入っています。後方アクシデントとなっています。レースはこれより2周2マークへと移ります。後方アクシデントとなっています。確定2周2マークからホームスレッチへと戻っています。現在4艇が構想中ということになっています。なお後方アクシデントとなっています。レースは最終周回です。3周の1マークから向こう上面へと入っています。現在2番4番5番6番が構想となっています。そして1号艇石川も先制復帰となっています。お知らせいたします。3号艇藤原慶志郎転覆失格、3号艇藤原が転覆失格となっています。レースはラストコーナー2番4番5番の体勢となっています。先頭2号艇まさき、2番手4号艇山崎、3番手は5号艇沖島となって間もなくゴールとなります。先頭2番まさき五輪、2着4番山崎五輪、3着5番沖島五輪、6番重成五輪。そして現在1号艇石川がバックストレッチからラストコーナーへと進んでいきます。お知らせいたします。1号艇石川真嗣は時間切れのため失格、1号艇石川は時間切れのため失格、そして3号艇藤原は転覆失格となっています。
1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。バラついたスリット体系、2コース6コースといいスタート。2番の前川に6コース5番の森友哉、ただ1番の鶴が伸び返して先に回る1マーク、差しを狙うのは2番の前川森次。前川の人差しもう一歩、バラついたスリット体型でしたが劣勢張りのけど1番鶴の逃げ展開、スタートは前提正常でした。2番前川2番手で続いて内から4番上原健次郎接近中の1周にマーク、上原を包んでかわしに行く2番の前川、2番手キープなるか。後方では一定アクシデントが起きています。一定後方では3番の細川にアクシデント、1番2番4番の体勢2周目に入っています。なお3番細川明と落水のため失格、3番細川落水のため失格となっております。鳴りを潜めていた日差しがまたその力を発揮し始めました。しっかりと日が差すようになってきた最終日の水面上、それとともに対岸からの風やや斜め向かい気味にも再び吹き出しています。残るカードも少なくなってきました。一般戦8レースと9レースのあと2つ、水面上8レースの一般戦です。なおこのカード5号艇で出場予定でした井上翔吾、前半レース負傷により欠場、このカードは5艇での競争となります。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。うちの2艇が中でもスリット優勢、1号艇深川に2号艇西島、さあ1号艇深川まずは逃げるか、3号艇三島のまかり差しが入るかというトップ争いですが、3号艇三島が1号艇深川を捉えに行く。さあ3番手は5号艇元一歩優勢、2番4番追いかけて後方6番、なおスタートは前提正常でした。3号艇三島がまかり差しを入れております。1周2マーク、1号艇の深川、5号艇江本の外をというところで、この間一気に3号艇三島がトップを引き切る。2番手1号艇深川、3番手は5号艇江本と4号艇市川の攻防ですが、若干外から5号艇元判定信号で優勢、2周目に入っています。3号艇三島トップ、2番手1号艇の深川、3番手4号艇市川が2周1マーク先に回って、5号艇江本が刺すという展開ですが、さあ先に回って4号艇市川が少しリードを取ってきたか、3番手争いです。直線では5号艇江本も巻き返しますが、314か315かという争いになりそう。後方は離れて2番、最後方6番2周2マーク、3号艇三島トップ、2番手1号艇深川、3番手5号艇江本が突っ張ねる、外からかわしに行く4号艇市川、さばき合いですが5号艇江本もしぶとく残している。外は4号艇市川、わずかに内から判定進ほど、5号艇江本が3番手優勢の315、僅差の4番手4号艇市川で最終1マークへ向かいます。3番手争い接戦。さあ4号艇市川が切り返して潜り込む、5号艇江本は外を回してかわしに行くというと、ちょっと4号艇市川はアクシデント、4号艇市川アクシデント、315で最後の向こう上見通過していきます。4号艇市川転覆失格。2番1番3番5番6番4番の並びです。スタートしました。一般戦第3レース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。この第3レースフライング艇があります。ファンの皆様、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。6号艇の篠原誠也、6番はフライングのため返還欠場。6番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。6番に関する投票券大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番2番3番とスタート揃えています。その後も出ていく1番2番3番、1マークの旋回、逃げる1号艇の柴田、刺す2号艇龍、続いて4番5番3番と相次いでバック側、刺した2号艇の龍がわずかに前にいます。スタートは前提正常でした。
刺した2号艇龍が一転身前に出ます。外から追いかける1号艇柴田、内側からは4号艇の安藤。2マークの旋回、トップで回る2号艇の龍、続いて4号艇安藤の外を回して1号艇柴田、ちょっとバタついてしまった。2番手はこの間に4号艇の安藤です。そして3番手は3号艇森が上がってきました。その後ろは5号艇丸山、6号艇森清、そして1号艇の柴田はどうやらアクシデントの模様。これからレースの方は2周1マークです。なお1号艇の柴田は2マーク付近で転覆失格となっています。ボートレース常滑舞台にお送りしています。ファン感謝3デイズボートレースバトルトーナメント、最終日の争いはこれより後半戦です。水面上第7レース一般競争です。なおこのカード6号艇の坂口めぐるは全レース負傷のため欠場、したがって5選手による戦いとなります。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。スロー3艇いいスタート、そして外の両者もいいスタートか。1マークへと向かいます。インから逃げの体勢、1号艇中西、2号艇の小黒差しに構えてまくっていく、3号艇の佐竹、あとは6号艇飛田がまくり出す、バックへ入ってまくり切りました。3号艇の佐竹先頭、1号艇の中西2番手、6号艇の飛田が3番手か。内を通って2号艇小黒、その後ろに4号艇の山本、対後方5号艇の松井。スタートは前提正常でした。3号艇の佐竹トップ、2番手ですが外に逃げて回る6号艇の飛田、内からは2号艇大黒と1号艇の中西、後方では5号艇にアクシデントが発生しています。3号艇の佐竹先頭、2番手1号艇の中西、外に6号艇の飛田です。並んだ状況です。お知らせいたします。5号艇松井健二は落水のため失格、5号艇の松井健二落水のため失格です。1番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2号艇の杉田わずかにいいスタート、センターからは4号艇の渡辺、1号艇の前野が逃げるところ2号艇の杉田がまくりに行く、3号艇の片岡ですがバランス崩しました。バックストレッチ、2号艇杉田、そして4号艇の渡辺の内から5号艇の岡本、1号艇の前の6号艇の筒井が続いています。1周1マークでは一定アクシデントがありました。このレーススタートは正常でした。1周1マークですが3号艇の片岡アクシデントがありました。3号艇の片岡失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。あまり差はありません。ほぼ横一線でスリットを抜けてきました。1周1マークは逃げる体勢、1号艇中島、3号艇の内田が外前に行く、 V ギアついて2号艇1名の差し、2番差しから5号艇大平でバックストレッチでありますが、さあ1号艇中島逃げるところ、内から差した2号艇の1名のへさきがかかるかどうかでスリット裏を抜けていって一旦1名は外へ持ち出した。代わりに5号艇の大平が後ろからやってくる。スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回、1号艇中島、2番手5号艇が先取りしたところを2号艇差し返しての一宮でホーム側に戻って上位3艇早々抜け出した。1番2番5番とばらけていまして、レースは2周目です。2周の1マーク2トップで1号艇は中島智和、2番手で2号艇一宮俊弘、3番手5号艇大平義明がバックスレッチ、上位の体型は1番2番5番です。水が空いて4番手は4号艇雄星高明、内から6号艇やらが迫って並んでくる、最後方から3号艇内田が追走です。一方トップは2周の2マーク、1号艇人気に応えて中島、2番手が2号艇一宮、3番手の5号艇大平がホームストレッチへ戻りまして、上位体系1番2番5番とばらけて固まってレースは最終周回。ここはきっちりと踏み込んでのトップスタートから押し切りました。1号艇は中島智和トップで3周1マーク、2番手差しから追走の2号艇一宮俊弘、3番手が5号艇です大平義明、人気の3名が上位を形成して体型は1番2番5番、この組み合わせは3連単が 5.6 倍、2連単 3.2 倍を示しています。
ラストターンマークにかかります。トップは1号艇中島智和、2番手2号艇市宮俊博、3番手は5号艇大平義明で最後の直線危ないと後ろはとアクシデントがありました。上位体系は1番2番5番、第3レース先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン。3番ゴールインです。4番は妨害失格、そして6番が失格となっています。4番高木が妨害失格、6号艇の屋良が失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。人気の1号艇大上スリット5艇、さあ2コース2号艇小野寺家族館を持ってまくりに行く構えとなりそう。2号艇の小野寺、1号艇大上が抵抗2艇やり合ってもつれた。さあ芝があった3号艇山本、さらにまくり出してきた5号艇古川、あとは6番4番ですが後方1番2番となっています。ここは展開捉えての差し、3号艇山本、2番手は5号艇古川、3番手6号艇山川、後続は412となってスタートは前提正常でした。3号艇の山本トップ、2番手争いからは5号艇の古川、あっと古川がアクシデント、5号艇古川アクシデントです。361と変わって2周目、5号艇古川アクシデントです。2周1マークへ向かいます。3号艇山本トップ、2番手6号艇山川、3番手が1号艇大上の361、後続は2番4番。ここでお知らせですが、1号艇大上浩二は妨害失格です。1号艇大上浩二は妨害失格となっております。1号艇大上浩二は妨害失格です。そして5号艇古川が落水失格、5号艇古川が落水失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。目立ったのはダッシュ勢の飛び出し、少し1コース1番中遅れました。さあ2コースから2番の柴田が主導権、この上から2段まくり4番の渡辺が一気にまくっていった。2番の柴田飲み込まれた。さあその後ろを立て直してきたのは3番の中村、内から刺してきた6番の忽那、5番の尾上、最内、ここは2番手争いでスタートは前提正常でした。2番手らしい内から切り返していく3番中村、外から行く5番の尾上、さあつけまいでかわした。5番の尾上が2番手抜け出してきました。しかし今度は内から伸びてきたのは6番の忽那、さあ忽那がインコースへさきかかってきた。2番手らしいは外惑星、その後ろ3番中村、4番手から前を伺います。2番手ここは6番の忽那が先に丸、刺してきたのは3番中村、一気に届いた。ここは3番中村、2番手らしいに持ち込んで、一方この争いから5番の尾上交代。さあしかし直線では6番の忽那が少し伸びていく。2周に幕の旋回、先頭4番の渡辺から2番手は3番中村、先に丸、6番の忽那が差し返す。この差しが決まります。ここは完全に差し切りました6番の忽那、時計前では2手四半リードを取りまして、3番中村再び3番手、最終周回に移りました。さあもう1回内側切り返す、やってきた3番中村、6番の忽那は外を回る形になった、これは届きません。ここで2番手逆転は3番中村、今度は3番中村が1手四半とリードを取ります。アウトコースにつける6番の忽那、直線では負けていません。これから最終ターンマーク、先頭4番の渡辺が旋回、そして2番手3番中村、最後は6番の忽那が振り込んでしまいました。ここでアクシデントです。先頭4番渡辺ゴーリン、3番中村ゴーリン。5番尾上ゴーリン、1番中ゴーリン、2番柴田ゴーリン。なお6番の忽那は転覆のため失格でございます。6番の忽那は転覆のため失格でございます。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。2号艇松本がスリット立ち遅れていますが、その他5艇はほぼ横一線です。1周1マーク、大きく振り込んだ3号艇石岡にアクシデントです。先頭を仕切る1号艇鳥塚、2番手はアウトコース5号艇渡辺、
内側から4号艇駒が追走しています。なお3号艇石岡翔太落水のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。1番4番6番5番と4艇揃った金原4号艇の花本が緩やかに抑え込んでいったんですが、1号艇抵抗する池田内、4号艇幕下新変化、外から5号艇の鈴木美子、6号艇は2号、おっと2号艇残念、水野望みは転覆アクシデントなのか、4号艇の花本の幕下し、1号艇踏ん張る池田内、3番手争いは5番6番激戦状態。スタートは前提正常、残念ながら2号艇の水野望み選手は転覆アクシデント失格。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。わずかにコースアウトを決めたのはカードダッシュから4号艇の川井です。一周一幕の攻防ですが、陰線1号艇稲田先手を取っていく、2号艇寺田が差し込んで、その内側から4号艇が切り込んできます。川井バックセッジ入っての先行争いは1号艇2号艇4号艇ですが、ギリギリ踏ん張ったか、ぐいっと前出たのが1号艇稲田。スタートは正常でした。2マークを取り返します。1号艇の稲田浩二、2番手の次は6号艇の浜根が内側から迫ってくる、これを積み込んでかわすのが4号艇かい。上位体系は1番4番1の体系、3番手からは3号艇の篠崎で、4番手に6号艇の浜根が、5番手以降2号艇寺田、5号艇の瀬野となっています。2周1マークを先頭でクリアします。1号艇の稲田浩二、2番手からは4号艇の河合勇樹、3番手から3号艇の篠崎で、上位体系は143、4番手から2号艇寺田、後方からは6号艇5号艇となっています。陰線からここは踏ん張り切りました。1号艇地元兵庫稲田浩二、2周2マークのターンからホームスレッジです。そして0台トップスタートを決めてきました。4号艇の河合勇樹が2番手を追走、3番手には3号艇の篠崎で最終周回に入ります。陰線踏ん張りを見据えまして、初日は2着1着上々の滑り出しということになりそう。1号艇の稲田浩二、今3周1番からバック、しかし2番手からグイグイと詰めてくるのは4号艇の河合、猛烈な話、おっと一定後方アクシデントでしょうか。お知らせいたします。6号艇の浜野谷健吾が残念ながら失格、6号艇の浜野谷健吾3周1マークでテンポラため失格です。1番5番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。5号艇2勝、6号艇の宇佐美いいスタートを切りました。アウト2人、1周1マーク、1号艇の田中が逃げるところまくっていくのは2号艇のオーバー、1号艇の田中ですが1周1マークアクシデントがありました。1号艇の田中はアクシデントがありました。バックストレッチ先頭争いです。6号艇の宇佐美の内から5号艇の2勝、外では2号艇の小葉です。3号艇の杉田、そして4号艇の池田が最後方。スタートは正常でした。このレーススタートは正常でした。1周1マークで1号艇の田中慎二アクシデントがありました。失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。4カラからトップスタートは4号艇からスロー艇を伸び返して1周の1枠、逃げる1号艇の今井、2号艇山内差し構え、3号艇4号艇がまっくりゼリー、アウトまで5号艇の川井は膨らんで、最中6号艇の運ので向こう正面です。ここは踏ん張った先頭1号艇今井が帰ってくる。2番手は2号艇4号艇地元両名最高後方から接近、最内6号艇運動も接近する。一緒にコーナーの世界スタートは正常。コーナーすりかけて6号艇運動、2号艇破内外行く、2段でいた展開割ろうと崩る。4号艇体入りません。先頭1号艇イベント後方、2番手は2号艇の破内、後方2番5号艇の川井にアクセント発生。レースは2周目と移っております。1番クロターンは先頭1号艇今井、2番手が2号艇破内、3番手6号艇4号艇競り合っています。ここでお知らせいたします。5号艇の河合萌一緒にマークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。
9レーススタートしました。スロー3艇5スタートは1号艇2号艇3号艇0でスタートでしょうか。1号艇の伊能が逃げる、2号艇赤澤刺す、3号艇の大滝攻めていく、展開して4号艇の孫月後方で追って4号艇5艇持ち合って、最中6号艇の小林で向こう正面です。踏ん張った先頭を1号艇の伊能夏樹、2番手は3号艇2号艇、最中から6号艇の小林、後方4号艇5号艇に役者達成。一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇伊能、2番手は2号艇の赤澤、狂った組んで6号艇の小林を差し返す、3号艇の大竹ホームに帰りました。先頭2人抜けたのは1号艇の伊能、2番手は2号艇の赤澤、3番手が3号艇大竹で、目からところ123レースは2周目と映っております。1マーク自己艇レスキを避けての旋回となります。ここでお知らせいたします。4号艇の孫崎桃代、そして5号艇森下愛理、ともに1周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インコースが立ち遅れました。2コース5コースあたりが覗いていきます。1周1マーク、2号艇が先にまくって乗って刺して5号艇展開捉えた小田、バックが抜けてここは展開捉えて抜け出した。5号艇小田が一定心リード、外からまくった2号艇木村が追って5番2番、少し水が空いた3番手争いは4号艇1号艇あたり競り合って外へ持ち出していく3号艇6号艇、スタート正常でした。1周2マークトップ旋回5号艇小田、1号艇が後ろから追っつけてきますが、そこを握ってかわすのは2号艇木村、ホーム側に戻ってあっと行って6号艇が出口のところでアクシデント、ホーム側に戻っていまして、トップ2番手抜け出した5番2番小田と木村、3番手も3艇身1号艇村田がリード、5 2 1で2周1マークからバック側へ小田、木村、そして村田と回ってバックスレッジです。6号艇の矢田龍樹は失格となりました。ボートレース下関第9レース予選競争開始です。はじめに欠場のお知らせですが、4号艇で出場予定でした倉岡大輔選手、病気のため欠場となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1号艇ミーショがスリット、5艇さあ2コース2号艇今での立ち回りですが、ここは外4号艇の高岡もまくる2号艇、ちょっとこれはアクシデントでしょうか。2号艇の今で、あとはさあして3号艇なこし、スタートは前提正常でした。さらには6番5番とやってくる突破争い激しくなっています。2号艇の今では落水失格です。2号艇今で落水失格。